コロナリカンレポート、その4でございます。前回の続きです。何回やってるんだっていう話なんですが、今回はですね、これさえやっとけば大丈夫シリーズの続きといたしまして、えー、これを買っとけ、これ食っとけっていうのを紹介したいと思います。で、まずね、これ買っとけ、まあ用意しておけっていう意味なんですけど、 多分家にあるものももう多いでしょうから、まあもし必要だったらカット系ぐらいの感じで聞いていただきたいんですけど、えっ、ー、と、まずね、そのこれカット系のカテゴリーとしては、体調管理系なんですね。体調管理でこれカット系っていうものですね。で、目的としましては、えっ、ー、と、前もちょっと言ったんですけど、基本的に療養生活って布団の上でゴロゴロ過ごすんですけど、その、えっ、ー、と、熱が高い時に布団からいちいち出て何かを取りに行って、また布団に戻ってフーっていうのをやるとね、すごい、 あの、地味な動作なんだけど、体力を消耗してしんどいから、できるだけその布団の周りにね、私は体温計とか、なんか今から紹介するものをバン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 置いといて、なるべくこう、立ったり座ったりする回数を減らそうとしてたんですけども、まあそれが目的です。無駄に疲れないためにね。で、何を用意しておくかって言いますと、まずは体温計。これはもう本当にそばに置いておく。いつでも熱を測れるようにしておく。で、あとですね、前回、 前回じゃないか。前々回ね。その2の時に言いました。えー、水筒です。これはマジで大事。水分補給をするためっていうのと、あの、喉の痛みをね、無理やり乗り越えるために、唾を飲み込むくらいだったら、水とかお茶を飲んどいた方が、まだマシだよっていう意味でね。できたら魔法瓶タイプの水筒があると、めちゃくちゃおすすめ。常に冷たいまま保管できるし、えー、手の届く範囲内に水筒があると。 この水分補給が億劫になりにくいっていうね、メリットがあると思うので、家の中で水筒かよって思うかもしれないんですけど、意外と便利です。で、まあ、あとはね、もうほぼ復習になるんですけど、これめっちゃ大事なんですけど、大量のタオルを用意してあると便利です。できるだけ、あのね、分厚いものもおすすめ。バスタオルだったらね、分厚いのがおすすめ。あの、バスタオルはその汗かいた時用に、布団がね、べちょべちょにならないようにするために、 えと、敷きパッドの上にバスタオルをバーって広げて置いといて、その上に寝るんですよ。大の字になって寝とけば、その上に汗をバン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 吸ってくれて、あの、布団がね、べちょべちょにならない。不衛生にもならないし。まあ、バスタオルは何回でも洗えますしね。っていうのもあって、すごく、あの、気持ちいいですよ。バスタオル1枚引いておくだけで。その上でだったら、どんだけ汗かいてもいいやって思えるのもありますしね。で、あの、普通のサイズのフェイスタオル。 これの方が、とにかく用意してあった方がいい。もう私多分ね、1日にね、5枚ぐらい使ってた、下手したら。で、そのタオル何に使うかっていうとね、汗はあんまり拭かないんですよ。もうバスタオルに、その、それこそ任せてて。で、何にタオルを使うかっていうと、基本的にね、包むために使います。一つ目は、まず氷枕ね。あの、アイス飲んっていうんですかアイス飲んって商品面か。えーと、まあ、その氷枕を包む。直接ね、当てちゃうと、 凍傷になっちゃったりするから、氷枕をタオルで包んで、こう、頭の下に敷いておくっていうのがまず一つと、あと、その、熱が高い時に、太ももとか、脇の下とか、太い血管があるところに冷たいものを挟んでおくとね、めちゃくちゃ気持ちいいので、それ用にタオルを使うんですけど、でその何を包むかっていうと、一個目が、できたらめっちゃでかい保冷剤。私は、あのー、クーラーボックスのね、なんか下で、 バーベキューとかで、あの、クーラーボックスの下にドーンって置いとくようなイメージのクソでかい平べったい保冷剤を買ってあったので、たまたまね。それをタオルで包んで、太ももに挟んでました。で、あとは、えっ、ー、と、そういうのがない場合はね、ペットボトルでいいんですよ。空いてるペットボトルに水を入れて凍らしておいて、それをね、まあ、5、6本ぐらい用意しておけばいいかなと思います。 で凍ってるやつを2本ぐらい持ってきてこう脇の下とか、えー、膝の裏とか太もものね、えー、内側とかに敷くだけでだいぶ体感温度は下がりますね。で溶けてきて水になってきちゃったらあの凍ってるやつとたまに交換すればいいのでだいぶ持ちますよそれだけでも。というわけで、えー、とタオルは本当結構用意しておいた方がいいかなと思いますねはい。 体調管理系のこれカット系は今の1、2、3、4、5、6個ですかね。体温計、水筒、大量のタオル、氷枕、でかい保冷剤と、えー、500ml のペットボトル。これですね。これらを用意しておくと、布団から出たり入ったりする回数を減らしながら快適に過ごせます。はい。続きまして、これ食ッと系ですね。食料系でございます。 これはですね、あのー、熱が高い時用と熱が下がった時用でちょっと買うものが変わってきます。どっちもいるんですよ。私ほんと舐めててさ、今回コロナをね、こんなにしんどいと思ってなかったので、あのね、熱が高い時用の食事をね、めちゃくちゃ甘く見てた。数そんなに買ってなくてすごい後悔したんですけど、あのね、何度も言いますけど、その熱が高い時、 今回のその BA.5 株は特にだと思うんですが、もう喉の負担がマジでえげつないから、もうとにかくそれを軽減させたいんですね。で、プラス、あの、お腹空いてなかったとしても、食欲なかったとしても、絶対に,胃に何かを入れなきゃいけない。なぜかというと、薬を飲まないといけないから。<laughs> 毎食ある場合のね、薬を飲まなきゃいけないから、とにかく、えっ、ー、と、喉に負担がなく、さっと飲食できるものを、 熱が高い時は食べた方がいいわけですよ。で、もう本当にもう第1位は飲むゼリーですね。えー、インゼリーとか。私はね、あの、ゴリラ先輩がアミノバイタルが好きだっていうので、それをなんか10個ぐらい買ってたんですけど、全然足りなかった。もう30個ぐらい買っときゃよかったと思ったんですけど、ま,あ、まさかそんなに高熱が長引くと思ってなかった。 たので、少なすぎたなってめちゃくちゃ後悔したんですけど、あのね、ほぼ毎食ゼリーでしたね。熱が高い期間は。特に。それでもね、全然いいんですよ。もうむしろ。食欲ないから、同じ味でも、まあいいやっていう感じで。<laughs> 天敵みたいにさ、もう飲むゼリーを摂取してて。で、私はですよ。これ私の好みなんだけど、私の場合はもうこんにゃくゼリーもしんどかった。 ゴリラ先輩はね、こんにゃくゼリー好きだから別にいいって言ってたんだけど、私はその、こんにゃくじゃない、普通のサラサラした飲むゼリーが好きで、なぜかというとね、こんにゃくゼリーってさ、ちょっと歯ごたえがあるのわかりますかプルンとしててさ、そのまんま飲むと、まあ、喉に突っかえたりはしないけど、ちょっとでかすぎるんですよ。塊がでかすぎるんですけど。で、私はね、あの、耳が痛いっていう、なんか、副次的な作用も症状としてあったので、 こんにゃくゼリーってちょっと噛まなきゃいけないから、その噛むたびにさ、耳の奥が痛くなって頭痛みたいなのがして、もう気持ち悪かったんで、サラッサラのゼリーが私は好きでしたね。だからあれが30個ぐらいあるとマジで安心だと思います。30個多すぎないと思うかもしれないけど、意外と、意外とあると、いけますよ。まあ、あと私の場合はあれか、2人いたからか。2人でかかったので、30個は絶対あってもよかったなと思います。 で、次に負担が少ないのがね、その、スプーンで食べるカップのゼリーです。あの、前回言いましたけど、あの、連絡ミスでね、うちの母親は、えっ、ー、と、業務用のね、1キロの、なんか、プリンを送ってきたんですけど、<laughs> そういうのじゃなくて、ちゃんと1食分として食べきれる、スプーンで食べきれる、あの、カップのね、ゼリーね、を買うのがおすすめ。あの、私の一押しはね、タラミの、 えっとね、なんか、ヨーグルトゼリーってやつがね、フルーツの入ったヨーグルトゼリーがね、めちゃくちゃおすすめですね。ヨーグルトの味が好きな方は、ちょっと酸味もあって、で、甘いし、超濃厚で、激うまなので、あれおすすめですね。普通に風邪とかじゃなくても、普通になんか食後のデザートにたまに食べてたご褒美デザートだったんですけど、それはマジでうまいので、で、フルーツも取れるでしょので、結構おすすめです。 ま、そういうスプーンで食べる系のゼリーとか。あともう一個がね、意外かもしれないですけどね、チョコレートいいですよ、チョコレート。で、それはね、たまたま冷蔵庫にその時あったんですよ。そのために買ってたわけじゃないんだけど、あの、明治のさ、うんとね、3種類のチョコレートが入ってるやつ、アソートになってるやつって、えーっと、なんか、キットカットのさらにもっとちっちゃい版みたいな、ほんと一口サイズのチョコレートが入ってるんですけど、で、ね、 おすすめとしては、なんか、ザクザクしてないやつ。普通に純粋なチョコレート。ナッツが入ってるチョコレートとか、なんかマカダミアナッツとかが入っちゃってるやつとかだと、噛まなきゃいけないので、耳の奥がね、腫れちゃって痛い方とかはもう激痛が走るから。<laughs> チョコレートだったら噛まなくていいし、あのー、何、ゼリーとは違ったまた甘さがあるのでね。こう、ゼリーに飽きてきちゃったとしても一口で、 当分摂取できるなっていうのもありますし、味変的な意味では結構良かったなと思いますね。で、あとまあ、定番ですが、スポーツドリンクと、あとフルーツジュースですね。100%のフルーツジュース系はおすすめ。スポドリもね、やっぱりあれですよね。この、風邪ひいた時とか、体調悪い時に飲むとめちゃくちゃ美味しいから、やっぱ1本ぐらいはあるといいと思いますし、 フルーツジュースとかもね、そういう体調悪い時に飲むとこんなに美味しかったかって感動したりしますけどね。なんか、あのー、濃いやつがいいですよ。ウェルチとか。濃いのがおすすめです。オレンジとかね、ブドウ系のなんか丸ごと絞った100%なんとかジュースとかって、ね、結構近年充実しているので、その辺はね、買っておくとおすすめでございます。 今のがね、熱が高い時の食事、その喉の負担を軽減するための食事として、まあ買っておいた方がいいもの、飲むゼリー、スプーンで食べるゼリー、チョコレート、スポドリー、フルーツジュースみたいなものを紹介しましたが、ここから先はですね、熱がちょっと下がってきた後の食事、意外とね、何買っていいかわかんないと思うんですよ、もう。 買うときってさ、大概さ、ちょっとしんどくなってきてる時だからさ、もう頭回ってないわけですよ。だから、熱が下がったときに何が食べたいかなーなんてのはね、あんまり考えてる余裕じゃないと思うので、買いそびれちゃうことがめちゃくちゃ多いと思うんですけど、今から紹介するやつの中で、なんかご自身が好きなやつを選んでいただけると、まあ割かし充実した療養生活が送れるんじゃないかなって思いますよ。で、あの、意外と落とし穴のやつ先に言っときますね。えー、カレー、牛丼、 缶詰の魚、缶詰の焼き鳥みたいなものはね、自治体が出してくれてる療養者向けの食料配送サービスの中に入ってることが多いです。カレーはマジで多いです。あとなんだっけ、あのー、レンジでチンするご飯も、あの、私の自治体は入れてくれてたんですけど、そういうのは結構充実してる。だから定番じゃないですか。カレーとか牛丼とか缶詰ってね。その辺はね、送ってくれるので、 その療養者サービス、配送サービスを確実に受けれるっていう確信があるんだったら、もうそれはね、買わない方がいいかもしれない。余っちゃいますね。で、むしろ買っといた方がいいよっていうものはね、事前に自分で買いに行けるならですよ。行けるんなら、もしくは家族に買ってもらえるのならば、買ってもらった方がいいもの、言っていきます。一つ目。えー、バナナ。バナナはマジでおすすめ。 まあ、痛みやすいというかね、あの、そんな大量に置いとくとさ、全部一斉に売れちゃうからさ、消費するのが大変っていうのはあるかもしれないんですけど、バナナはね、まあ、ふふさぐらい買っとくといいんじゃない最近のバナナ、あの、単身向けでね、結構、小房に分けられてるやつが多いと思うんですけど、まあ、バナナなんかね、あの、青いうちに買っときゃさ、放置しときゃ、 適当に売れていくし、そんな売れすぎてもさ、すぐ腐るっていうこともないので、まあ、ほどよく柔らかくなった時に、あの、取っていけば、消費するのにそこまで困らないんじゃないかなと思いますので、おすすめです。で、バナナの何がいいかっていうと、まずフルーツであることってのは一番大事ね。あの、ゼリー以外でさ、フルーツ取りにくいんですよ。なんかリンゴ買ってきて自分で剥くとかしんどすぎるじゃないですか <laughs>。でもバナナはね、もう皮剥きはパクって食えるし、で、あと何より柔らかい。 咀嚼しなくてもいいんですよ、下手したら。めちゃくちゃ売れてるやつ、完熟してるやつだったら、もう、ベロとか、あの、前歯とか、もう、ゆるーく、ふにゃってやるだけで、食べれちゃうのがバナナのいいところ。すごく柔らかいところなので、バナナはマジでおすすめです。冷やしても美味しいし、常温でも大丈夫だと思います。で、味に飽きたら、なんかあの、ちょっと切ってさ、パンに挟むとかさ、トーストに、あの、食パンに乗せるとかさ、 えー、ミキサーがあるならバナナジュースにしてみるとか、まあ、なんかいろんなアレンジがね、やりようがあると思うので、バナナは嫌いじゃなかったら買っとくといいですね。で、続いてですね、えー、っと、まあ、これはちょっと栄養的な意味でね、ぜひ取っておいてほしいんですが、納豆、チーズ、ゆで卵。これですね。まあ、納豆なんかね、もう、あるだけあればいいですよ。で、チーズは、プロセスチーズがおすすめです。 ちょっと商品名言っちゃうとあのベビーチーズみたいなあのなんかスライスチーズとかみたいな薄いやつじゃなくてあのブロックのなんか銀紙に包まってるやつあいつがおすすめですねまあどうだろうちょっと後遺症とかであの嗅覚がね鈍くなってたりするとチーズの匂いもねあんまり感じにくいかもしれないけどあのああいうなんか乳製品っていう匂いをやっぱ嗅ぎながら食べたりするとさその カップ麺とかね、カレーとかばっかりで、なんか同じ匂いで食べてるよりも、ちょっとたまに違う匂いが挟まった方が刺激にはなると思いますし、飽きが来にくいというかね、アクセントになるかなとは思います。で、余力があったらゆで卵。これもしね、元気がある日があったら、あの、パスタとかを茹でるときに私一緒にゆで卵を、あの、茹 <laughs> でちゃうことがあるんですけども、ズボラなもんで、 ええと、だから、もう水の時に卵入れといて、で、茹だってきたらパスタ入れるじゃないですか。その、もう卵が下にいる状態でパスタをそーっと入れたら別に卵も割れないし、壊れないし、パスタも普通に茹でられるので、同時に茹でちゃうことをね、おすすめいたします。茹で,で卵はね、まあ、一回茹でちゃえば、まあ、個人的にはね、冷やして食べるのがおすすめかな。 その熱々で食べても別にいいんですけど、あとなんか、えっ、ー、と、もし余力があったら、フォークで潰して、卵サラダ的な感じにしたりね。食パンがあって、食パンを食べれるぐらい元気になってたら、あの、卵サンドみたいにね、挟んで食べたりすることもできるし、えっ、ー、と、なんだろう、マカロニとかがあったらね、マカロニサラダにぶっこんでみたりしても美味しいですし、結構なんか汎用性はあるし、栄養もあるし、いろいろアレンジが効く具材かなと思うので、 卵はね、買えるときに買っとくといいですね、やっぱり。で、これ意外と忘れそうなんですけど、次に紹介するやつ。日持ちする菓子パンと、あと食パンですね。日持ちするっていうのがめっちゃ大事。えっ、ー、と、療養者配食サービスの中にもね、日持ちする、あの、ロングライフ菓子パンって最近流行ってると思うんですけど、あれが入ってました。で、あの、わかんない。信用してない人結構いると思うんですよ、あの、日持ちする菓子パン。本当かよって。 あの、普通に空気も入っちゃってるのになんでああいうパンって長持ちするのってちょっと不審に思ってる人いるかもしれないんですけど本当は腐ってんじゃないのみたいなね。なんでこんなに賞味期限長いのって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけどなんかあれってね、私一回それこそなんかテレビの特集かなんかで昔見たんですけどあれってねなんかもう長期保存するためのもう 酵母ですかあの、パンの菌があるじゃないですかあの菌から普通のパンとはちょっと違うんですって。その長持ちするためのあの菌を混ぜてあるから、それ用に作られてるパンなんですよ。だから、既存のパンをなんか、あの、科学的に <laughs> 改良して、デタラメで賞味期限を長く書いてるとか、そういうなんか <laughs>、 やばいルートで作られたパンとかが売ってるわけではなくて、ちゃんとそれ用に改良されたものが売ってるだけなので、だから確かね、多分ちょっと割高なんですよね、普通のパンに比べて。それはそういう理由なんですけど。だから <laughs>、あの、なんだろう。ちょっと、そういうなんか日持ちするパンとか買うの不安だなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そこは不安に思わなくても大丈夫なので、 ちょっと余裕生活長引きそうだなって思ったら、えっ、ー、と、まあ、直近に食べるパンはね、賞味期限が近いパンでもいいと思うんですけど、1週間先とか、まあ、あるいは2週間先に食べる可能性があるパンとかは、あの、ロングライフパンを食べ、食べるじゃない。買っとくと、めちゃくちゃ安心ではありますね。まあ、なんならね、菓子パンだって別に冷凍しときゃ、いつでも食べれますし、そのままトースト、トースターにぶち込めば、 勝手に解凍されるので普通に食べられるし美味しいので、日持ちするためのパンは買っとくといいですね。あの、だから朝食をね、朝食用ですよ、パンは。わかんない。普段朝パン食べない人とか、朝からご飯派だよっていう人は別にパンなんかいらないって思うかもしれないんだけど、療養生活してると、ずーっと同じ炭水化物食ってると、なんかね、頭バカみたいになってきますよ、マジで <laughs>。 とあの、ご飯、チンするご飯を食べてると、なんか、な、な、なんだろう、この生活、みたいに思えてきちゃうので <laughs>。やっぱりね、療養生活中の食事っていうのはね、ちょっとでも飽きが来ないように工夫するっていうのは大事なので、気分転換的な意味でも、パンを挟むっていうのはすげえ大事だと思います。で、えーとね、まあ,あとは定番で、まあ、カップラーメン系とか、なんか、スープ春雨とか、 スープ春雨のね、何味かなワンタン味美味しかったな。あとは、日清のカレーヌードルも美味しい。なんか私、昔に食べたきりだったんですけど、最近のやつ、なんかちゃんと味が改良されてるな。昔のに比べて。すんごい美味しかったです。日清のカレーヌードル。であとね、もう一個その、えっ、ー、と、即席のね、あの、カップ麺みたいなやつで、あの、美味しかったやつね、後でお話ししたいと思います。一個、めちゃくちゃ感動したやつがあったので。 でまあ、あともっと元気になってきてたもう消化がね完全にうまくいってたらあの普通にパスタとか茹でてパスタソースとかも買っとけば食べれると思いますしあと冷凍うどんとかもおすすめですねちょっとカップ麺ばっかに飽きてきたらたまには冷凍うどん行ってみるかみたいなのしてもいいかもしれないですねこれ個人的なおすすめなんですけどあのね母が送ってきてくれた食料の中で 一番ね、なんか、なんだろう。意外と、その観点なかったなって思って嬉しかったやつがね、鶏そぼろの、なんか瓶詰めのやつがね、めっちゃうまかった。な、なんて言うんですか。そぼろですよね、普通に。と、鶏肉のそぼろ。生姜がガツンと効いてる。で、もうタレでめちゃくちゃ味も濃くってさ、で、それが瓶に入ってるんですけど、で、 ま、基本的にカレーとかさ、その牛丼とかさ、レトルト系を食べてるので、なんか、ちゃんと固形物の肉を食べることがあんまりないんですよ。で、そんな肉肉しいものもさ、おえってなっちゃうから食べれないんだけど、鶏そぼろぐらいだとめっちゃあっさりしてるし、で、生姜入ってるからすごい食欲もそそるから、普通のそのレンジでチンするご飯にちょっとかけるだけでめちゃくちゃ美味しかった。すんごい、 あの、食欲出ましたね。進みました。普段の、あのー、何、おかずとして食べても絶対美味しいけど、なんかそういうちょっとコロナとかで元気ない時に、そういう瓶に入ったなに、何かを食べるやつ結構いいですね。だから、鮭フレークとか意外と美味しいのかもね。ああいう時に食べる鮭フレークとか。お茶漬けに入ってるあの乾燥した鮭とはまた違うわけですよ。あの、瓶に入ってる鮭フレークとかってめっちゃ美味しいじゃないですか。あれ何なんですかね。 あの、なんか、瓶詰め系の、そういう、ちょっとしたお惣菜みたいなやつ、めっちゃ美味しいんで、あの、余力があったら探すの、おすすめですね。ええー、と、ま、あこれがね、今言ってきたやつが、熱が下がった時用の食事ですね。ちょっともう一回復習しておきますと、えー、バナナ、納豆、チーズ、ゆで卵、日持ちする菓子パンとか、食パン、まあ、パスタとか、カップ麺とか、冷凍うどん、まあ、個人的なおすすめとして、鶏そぼろの瓶詰めね。 まあ、こんなんあげてきたんですけど、あのね、これとは別に、一つ指標として持っておくといいのがね、一日に一回は、温かい食事をとること。これをやるとね、めっちゃメンタルに効きます。っていう話を今からしたいと思います。あのね、えっ、ー、と、食料配送サービスね、ゴリラ先輩の分、送ってきてもらった分を、まあ、二人で食べてたんですけど、その中にね、 ええと、初めて食べるやつがあったの。全然期待してなかったんですけど、まあ CM とかで見るし美味しそうだし、ちょっと今日はなんか体調ちょっと良くなってきたから食べれるかなと思って、初めてゼリー以外のものを食べた日の話なんですけど、夕方だったかな ?5 時ぐらいにちょっとお腹が空いちゃって、で昼はね、そのアミノバイタルゼリーを、飲むゼリーを食べてたわけですよ。で、もうそれまでずーっとゼリーばっかだったんだけど、 ちょっとだけ咳も収まってきて、もうだいぶごっくんってすんのも、まあしんどいんだけど、だいぶ楽になってきたから、もうそろそろなんかちょっと、普通のご飯食べたいな食事 <laughs> 食事って言うとあれなんだけど、なんか、ゼリー以外のもん食いたいなと思って、手に取ったのがね、クノールのスープパスタ。わかりますかねクノールの CM、ちょっと今度 CM やったら見てみてくださいあ。美味しそうなやつありますから。 で、そのスープパスタがね、3種類あったんですよ。1つが、なんかトマトベースの、なんか、トマトスープパスタ。で、2つ目が、えっ、ー、と、キノコの、えっ、ー、と、クリームスープパスタ。で、もう1個が、サーモンとほうれん草のクリームパスタかな。でも3種類あったんですよ。で、えっとね、スープパスタと言っても、あの、麺じゃなくて、あの、マカロニみたいな、くる,くる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 ってなってる、ああいうパスタです。 それが入ってて、お湯を注いで、ちょっとかき混ぜて放っておくとできるっていうインスタント麺の、えー、スープパスタシリーズがクノールから出てるんですよ。まあ、クノールってあれですよ、あのコンポタージュとかでね、有名だと思うんですけど、まあ、クノールの商品っていうとすごくなんかこう、こっくりとした、あの、ドロッとしたなんか濃ゆいスープ系がね、得意なブランドだと思うんですけど、で、そのクノールが出してるスープパスタの、そのトマトベースの パスタを選んだんですね。まあ、ちょっと病み上がりだし、酸味があるものの方が味覚捉えやすいかなと思ってやってみたんですが、めちゃくちゃ美味しかったですね。 もうね、感動したの、スープパスタ、マジで。こんな美味しいと思って。で、それが、そのコロナが原因で、そのずっとゼリーばっか飲んでたから、そんなに美味しく感じたのか、もうそもそもこのクノールのスープパスタのポテンシャルが高かったのかは、まだわかんないんだけど、もうとにかく美味しかった。めっちゃ濃いし。で、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、そのスープパスタの作り方がね、お湯を最初に1000まで入れて、で、30回ぐらいかき混ぜるんですよ。 で、粉を溶かして、溶かし切ったら、そこから3分間放置するんですね。で、その間に、あのー、なん、なんていうんですかパスタがね、そのマカロニ状になってるパスタが、ちょっとふやけて、あのー、膨らんでいくイメージなんですけど、だから、時間が経つほどに、そのパスタもふんわり、ぷくーっと膨れて、柔らかくなるしで、そのスープ自体もさ、すんごいねな、なんて言うんだろうね、もうドロッとしてるんですよ、結 こう。で、具だくさんなのもあるし、トマトが嫌な方じゃなければね、あ、もうめちゃくちゃうまいと思う。こんなに濃くてうまくて、もう心のそこまでね、あの、ほっこりするスープ、あるんだーって思って感動したの。で、えっ、ー、と、今回私がね、あの、したのが、8月の下旬ですよ。もう、どっちかって言ったらまだまだ暑いわけ。夕方だったんだけど、暑いんですよ。暑かったんだけど、 あのね、温かい食事をとるっていうのがこんなに大事なんだっていうのはその時すごく実感して結構ね、避けてたんですよ。もう暑いからさ、カップ麺とか食べて暑っ,ってなるのしんどいからゼリーとかの方がさ、あの、さっと食べられて汗もかかないしいいなって思ってたんだけどそのスープパスタを食べた時にね、その温かい食事を <laughs> あの、一日に一回ぐらい体内に入れるっていう っていうのは、その、メンタルを回復させるっていう意味でも、めちゃくちゃ意味のあることだなと思って、そこからね、あの、どんなに暑かろうが、一日の中で、どっかの、その、療養中のね、食事は、温かいものは一回食べるって決めたんですけど、それすごいライフハックだなって思ったので、 ま、冬にかかったらね、多分温かいものを連発して食べると思うんだけど、夏にかかったとしても、どっかで温かい食事を取り入れるっていうのは、ちょっと意識してやってみてほしい。し、嫌いじゃなかったら、このクノールのスープパスタ、どっかで一回試してほしいですね。<laughs> 感動しますよ。食べたことなかったらマジで感動すると思う。濃い味とかがね、お好きな方は、ちょっとこれで、 なんか一食分結構満足感あるなって思えると思うので、はい。おすすめしてみました <laughs>。あれですね、ちょっとクノールの回し物みたいになってますけど。<laughs> 全然そんなことないからね <laughs>。いやー美味しかったですね。病気にかからないとさ、普段口にしない食物ってあるじゃないですか。そのスープパスタしかり。普段買わないなーみたいなものもちょっと口にできる機械だったので、結構発見は 大きかったですね。あとはね、鳥そぼろね。<laughs> コロナにでもならないと、そんな送ってもらったりさ、ましては自分で買ったり絶対しないから、なんかそういう発見あるとね、ちょっと面白いですけどね。はい。というわけで、えー、っと、これやっとけ、これ買っとけ、これ食っとけシリーズは、まあ以上になりますね。次回のキーワードが最後になるかな。最後はね、後遺症のお話を少しして、えー、このシリーズを終わりたいと思います。 <laughs> はい、長々やっておりますが、まあ、よろしければ最後までお付き合いくださいはいそれでは今回は以上になりますではまた続きは次回のエピソードでお会いしましょうありがとうございましたバイバーイ